どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと、僕はですね、今アラフォーですけど、昔、それこそ小学校、中学校、高校とね、学生時代、僕の中で三大趣味みたいなものがあったんですよ。好きなことですね、それは音楽、漫画、ゲーム、この3つが僕の中で確固たる地位を築いてたんですけど、映画はそこまで、まだその時は、好きだったけど、その3つにはちょっと及んでなかったんですよね。でも今このアラフォーになって、もうゲームっていうのがもう完全もうやらなくなったというか、たまにちょっとやってみたいなって気持ちが芽生える瞬間はあるんですけど、でもどうせ長く続かないだろうと思って手出さないんですけどね。ゲーム、昔はめちゃくちゃ好きだったんですけど、もちろん時間がないっていう意味で、やっぱり手が出ないかなという感じです。今回の虹色音声は、僕が、あの頃、今はやっぱやってないから、あの頃になっちゃうんですけど、ハマったゲームの RPG に限定して、好きな RPG トップ3を、発表したいと思います。勝手に今更それを発表したところでもう古い作品なんでね、じゃあそれをやってよっては全然思わないし、今やったらものすごく古さを感じるのかもしれないですけど、僕の中ではこれはもう揺るがないですね。多分最新のゲームをやっても多分僕響かないと思うんですよ。なんかリアルさって僕ゲームにそんなに必要じゃないなって思ってるんですね、昔から。だから新作が出るたびにこうリアルな映像とかそういうクオリティをこう押してこう宣伝するゲームとか出てきて、僕はだんだんそれが嫌になってきたというか、ゲームの良さってそうじゃないしって子供ながらに思ってたんですよ。いや、大事なのは中身とかそういう内容だったりとか、やりやすさとかそういうものだから、ゲームをやらなくなった一番の理由は旅なんですけどね。旅することによって、物理的に無理になって、結局そこからまたやりたいっていう気持ちは芽生えてこなかったっていうのが一番の理由なんですけど、そんな中、僕は RPG が一番好きだったんで、ゲームの中では好きな RPG トップ3発表したいと思います。まず第3位、ファイナルファンタジー9。これは本当に素晴らしい作品でした。僕これ高校生だったんですよ。夏休みにめっちゃやってたのなんか記憶あります。僕はゲームをやるときにこう自分の中のルールとして決めてたのが、もちろんハマるんですけど、1日に長時間やらないっていうのを昔から決めてて、もともとは僕兄貴がいるんで、兄貴がすっごいゲーム好きなんですよ、もう僕以上に。で、兄貴がもう寝ないでやるタイプだったんですよね。だしゲーム機も1個しかないから、僕の時間がある程度限られてくるんですよ。兄貴もやりたいし、でも僕は本当2時間めっちゃやって4時間めっちゃちゃやってね、めったになかったけど、そうぐらい結構満足してたというか、RPG だから一つのこうダンジョンというか、そういう洞窟、一個一個クリアしていったり、次に進んでいくんですけど、大体一個クリアしたら終わってもいいかなぐらいなんですよ。セーブして、じゃあまた次の日とか、なんか一気に進んでていくと、なんか僕の中ではすごい損した気分というか、一回セーブしてちょっと自分の中で楽しみたいというか、今ここまで行ったなみたいな、次はまたどういう冒険になるんだろうっていうなんか気持ちをこう自分の中で噛み締めてたいみたいな気持ちがあって、長くやらないんですよ。長くやるとそのゲーム機も熱くなってくるし、あまり機械的にも良くないっていうのもあったんですけど、そういうのもあって、だからファイナルファンタジー9をやってた期間は結構長かったです。
こうディスク4ありますからね、プレステ最後のゲームみたいな感じだったと思うんですよ。この後プレステ2が出てみたいな。いやもうほんとね、ファイナルファンタジーシリーズは全部はやってないけど、とりあえずこれが一番なんですよ、僕の中で。ファイナルファンタジーの中では全体的には第3位にちょっとしちゃいましたけど、まあ、ただエンディング、ゲームといえばこうエンディングがあるんですけど、もうエンディングはもう最高ですね。過去最高傑作と僕はこう豪語して言えるぐらい感動した。もう最後本当に映画を見てた気分になりましたもん。俺これ映画やってたんだなみたいな。そのぐらいなんかすっきりしたし、切なくもなったし、まあ切ない感情の方がでかかったかな。まあビビっていうのがいるんですけど、黒魔導士のね、そいつのね、まあ悲しいこと悲しいこと、まあいろんな仲間がいて、この種族も違ったりするのがまたいいですね。こうみんなで助け合ったりとかして、で主人公も盗賊っていうか人間じゃないのかな、尻尾があったから、なんかねそういうので、すごく心を奪われた作品です。でファイナルファンタジーはもう音楽がかっこよすぎる、だからそういうのもあってね、まあ、素晴らしい作品だなと思います。続いて第2位、ドラゴンクエスト3。もうドラクエは、3になったんですけど、僕の中でまあ結構みんなそうだって言うかもしれないんですけど、3か5かで迷うと思うんですよ多分。本当どっちもだなって思うぐらいなんですけど、なんで3がいいかっていうと、もうザ冒険なんですよね。これぞこう RPG のこう真髄というか、これがあってこそかなっていう、もう原点みたいなものが僕の中ではドラゴンクエスト3なんですよ。だからね、これはプレイをしてて、これこそ本当にワクワク、冒険をし、自分が冒険をしている気分になるというか、で途中からどこを進んでってもいいっていう感じになったりするのがまたいいんですよね。だいたい RPG ってもう広い世界があってどこにでも行ける感じなんだけど、だいたい行く場所が決まってるというか、この街に行かない、先に行かないとストーリーが進まないっていう風になるんだけど、ドラクエ3に関してはそれもあるんだけど別に行けるっていうのも魅力かな。で主人公以外は全部ルイーダの酒場でというか、自分で作れる、職業から何から。僕全種類作りますもん。これスーファミ版なんですけどね、全種類作っていろんな性格を作って、男女作ってみたいな。でまあメインにする主要キャラは決めときますけど、決められたレールをの上を渡っていく感じじゃない、自分で自由なこう地図を描いてる雰囲気を与えてくれる素晴らしい作品です。はい、これが第2位で、第1位はテイルズ・オブ・ジアビス。はい、まあ、あえてシリーズ3つで分けちゃったんですけど、まあまあそんなに差がないからそうしたんですが、まあだからドラクエだったら3か5っていう感じになるけど、まあとりあえず3にしたし、まあファイナルファンタジーもまあ9か6かとか、まあ7とかね、いろいろこう僅差なんですが、テイルズシリーズだと、まあ、ディスティニーもそうだし、ファンタジアもそうだし、エターナルもそうだし、でもジアビスかな、やっぱちょっとジアビスはもう全体的に僕の中で素晴らしくて、あとね、何が一番ジアビスでいいかって、戦闘が全く飽きなかった。どうでもいい、まあ、雑魚キャラとの戦闘ですら自分で動かせるから、十字機でくるくる遊び回ったりとかして攻撃して、それがねすっごい良かったし、あとキャラ一人一人の個性もあったし、で悲しい過去も全員あったし
で何よりも主人公がめちゃくちゃかわいそうで、でそこの成長過程とかもあってね、主人公の、うん、どん底に最初すごい嫌われる主人公なんだけど、こいつ本当性格悪いなって、こうやってる俺らも、俺らってラって誰だよって、こうやる側もすごく思うと思うんですよ。僕は思ってたんですけど、こいつで今までにない主人公だなっていう。大体主人公って、まあ、テイルズに限りなんですけど、こう貧乏でこう一人もんみたいなイメージで、実はこうちょっと伝説とつながってたみたいな、あの選ばれし者だったみたいな、どんどん分かってくるんですけど、ジアービスに関してはめっちゃ金持ちのわがまま王子みたいな風に描かれるんですよ最初。だから仲間がそれですごく困惑するっていうか、小さな町に行っても果物屋のリンゴを勝手に食べたりとか、いやそんなの誰かが払ってくれるのが当たり前と思ってるから、で普通に疲れたとか言うし、でなんでかわいそうかっていうと、そのまあ主人公ルークっていうんですけど、まあ、そのルークは実は人間じゃなかったっていう記憶喪失だったんですよ。ちっちゃい頃の記憶がなくて、7歳くらいからの記憶しかないんですよ。それの前の記憶が全くないっていう。それで誘拐されてるんですね、過去に金持ちだから。だからそれが原因で記憶を閉ざしたんじゃないかっていうふうに本人も思ってたんだけど、そもそも誘拐されたのはルークとウリ二つなアッシュっていう敵として出てくるんだけど、アッシュが誘拐されてたんですよ。でアッシュが誘拐されて、アッシュのそのクローンを作ったんですよ、その誘拐した者たちが。でできたのがルークで、要はクローン、レプリカが返されちゃったんですよ。だからレプリカだから、誘拐された以降からの記憶しかない。だからそれは思い出せるわけはないんですけど、だからその事実を中盤あたりで分かっちゃうんですね、ルーク自身が。自分が実はクローンだったっていう、そこにものすごい驚愕というか落胆しちゃって、仲間も離れていくんですよ。まあいろいろあって、こう、まあ、良くないことをいっぱい言って、仲間が愛想つかしちゃうところと同時にクローンだってことを知って、でそっからどんどんこう成長していくルークが、こうそれでも自分を受け入れなきゃいけないっていう風に、でまあ本当の悪いやつをこう倒しに行かなきゃみたいな感じで、またこうみんなに頭下げて頑張っていくっていう、そのね流れがすごく素晴らしい、本当に。だからもうジアビスに関しては本当に物語がしっかりしすぎてて、普通に漫画でもあるし、で敵も悪いやつなんだけど気持ちは分からなくもないっていうか、人間だからそういう思いでこういうことをしたっていうのもしっかり描いてくれてて、でそもそもこの誘拐されたアッシュは敵の結構幹部みたいな感じで出てくるんだけど、まあ、最終的にルークと一騎打ちするんですね、うん、まあそこ勝たないと物語は進まないんだけど、一応アッシュは、まあ、死ぬっていう設定になるんだけど、まあ、一番最後のこうラストダンジョンからこう逃げる時にルークは残るんですね。でまあみんな逃げて、まあ、ヒロイン、まあ、ティアっていうんだけど、必ずちゃんと帰るからっていう風にやってみんなと別れちゃう。結局すぐは帰ってこなくて、でルークの葬式みたいな、こう式典みたいなのも開いて、まあ、エンディングになっちゃうんですよ。で本当の本当の最後でみんなの前にルークらしき人物が出てきて終わるんですけど、そのらしきっていうのが、その要はアッシュと、そうアッシュなのかルークなのかみたいな、最後どっちだで、あの声も出てくるんだけど、声優さんがいるんですよ、ちゃんとそれぞれ。最後はちょっとなんか分かんないんですねルークの声でもないし、アッシュの声でもないみたいな、その中間あたりの声みたいになって最後喋るんですよ、本当は一言。まあ多分だけど、もともと人間はアッシュだから、ルークはレプリカだから、アッシュの体をあの中にルークの魂が入ったんじゃないかなっていう解釈の仕方なんですけど、それは謎のまま終わるんですよ。でこのテイルズ・オブ・ジアビスは
主題歌があって、それはバンプオブチキンのカルマっていう曲なんですけど、まあ、その歌詞のとこに僕らは一つになるっていう風に終わるんですよ、カルマという歌は。だから最終的に一つになって、まあ、終わったんじゃないかっていうの予測がつくんですけど、まあ、そこをね、こうはっきり答えを出さない感じも、まあ、結構好きだったりするんですけど、まあ、そういう意味で、まあ、RPG の中では僕はあの Tales of Jarvis が一番好きだなと思います。で、今後、まあ、RPG をやることはないですね。うん、新しいものにはちょっと手は出ないかなっていう。うん、で、まあ、オンライン系じゃないですか、もう今となっては。もう余計やりたいって思わないです。うん、だってゲームってなんか一人でこう、テレビに向かってコントローラーをガチャガチャ動かす感じが、やっぱりゲームかなって。多分僕はそれで育ったからそこを崩したくないのかなって思うんですけど、だからそもそもなんだ DS とかそういうのもあんまりやりたいと思わないんですよ。こう携帯できるようなゲーム、昔だったらゲームボーイとかなんだっけ、ゲームボーイアドバンスとか、まあやってないんだけど、それもなんかもうゲームボーイの時点であんまりやりたいと思わなかったんですよ。で、なんだっけな、僕が高校か中学かちょっと忘れたんですけど、ちっちゃいこうテトリスだけできる、もう超ちっちゃいゲームボーイみたいなのがなんか一時期流行って学校でこうやってた人たちもいるんですけど、全然やりたいと思わなかった、うん、とかタマゴッチとか、なんかゲームってそうじゃないっていう僕の中であって、あんなこうみんなの前でこうやるっていうことが、そのゲームを楽しむっていうことにつながらなくて、なんか自慢にしか見えないし、俺これ持ってるからすごいじゃんみたいな、なんかゲームってそうじゃないなっていうのがあって、だからもし、まあ、今後ゲームにハマるっていうことがあるとしたら、まあ、一人でひっそりとやるでしょうね。うん、誰かに報告することもなく、まあそんな感じでございます。さあ、本日の、まあ、紹介ですね、曲を聴いてもらおうかと思うんですけれども、第3位の、ファイナルファンタジー9の白鳥恵美子さんっていう人の、メロディーズ・オブ・ライフという曲を聴いてもらおうかなと思います。1位の方じゃないんかっていうね、あの1位はね、あのバンプ・オブ・チキンのカルマ、先ほども言いましたけど、あのブロックされるんでそういうのがあるんでね、僕がすごい偉い人になったら、偉い人というか、この番組がすごくもう世間に認知されるような番組になったら、そういう著作権の許可とかもね、全て OK になるとは思うんですけれども、そうはならないので、大丈夫なやつを流すという、次第でございます。ということでね、白鳥恵美子さん、すごいいい曲です。もう、合ってる。めちゃくちゃ。うん。すごい切ない気持ちになる。そんな曲でございます。なので、今回の虹色音声はこの曲を聴いて、さよならしたいと思います。それでは、さよなら。